はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。12月は9日ですねの土曜日でございまして、千代田区16度、この部屋は19度かな、日が照ってましてね、いい感じでございます。しかしもう12月9日、もう冬って冬ですね。まだなんかそう世間は紅葉したまんまでですね、秋やんこれと思いながら、遅い秋やなぁと思いながら、道歩いてますけども、はい。やっぱり夜は寒いんですよね。この朝夕が冬で、昼間は秋かなっていう感じですね。はい、行きましょう。産経新聞。これは、今朝かな ?8 時49分。岸田首相、松野官房長官を更迭へ、裏金疑惑で引責ということで、ちょろっと言いましょうか。自民党安倍派清和政策研究会が政治資金パーティー券のノルマを超えた販売利益を議員側にキックバック、かっこ還流した裏金疑惑で、岸田文雄首相は還流を受けていた疑いが浮上した松野博一官房長官を交代させる検討に入った。事実上の更迭、複数の政府関係者が9日明らかにした。官房長官は内閣の要だけに首相の政権運営にとって大きな打撃となる。裏金疑惑をめぐっては松野氏自身にノルマ超過分に応じて5年間で1000万円超の現金のキックバックを受け、関連団体の政治資金収支報告書に記載していなかった疑いが浮上した。松野氏は安倍派に所属し、西村康稔かな、経済産業省や自民の萩生田光一政調会長らとともに安倍派五人衆と呼ばれる実力者の一人。令和元年9月から約2年間派閥事務総長を務めていた。3年10月の岸田政権発足とともに内閣の要である官房長官に起用された。疑惑の発覚後は政府の立場として個々の政治団体個人の政治活動に関する事柄でのコメントは差し控えたい、派閥の対応に関しては今の私の立場から申し上げることは控えるなど、事実上の回答拒否を繰り返し、与野党から説明責任を果たしていないとの批判が上がった。まあ以下続きますけど、まあ結局この松野さんですね、クールな一面を見せていたんですけども、ひたるまになってですね、まあ官房長官を追われるということに相なります。まあ、代わりはですね、官房長官は大体違う派閥から呼ぶことが多いんですけども、今回は最大派閥であるですね、安倍派、旧安倍派ですね、にから呼ぶべきなんでしょうけども、まあ、適任でしたね、松野さんね、がですね、な5年間で1000万やろ。絶対大したことないと思うんですけど、なんかこの問題ね、なんか思ったよりひどいですね。別にその金ごまかしてるだけの話じゃってですね、誰かがですねこう利権をむしばんでですね、なんか悪いことしたかっていう、政治家の権限使ってなんか悪いことしたんかっていう、それはそういうことではないわけですよね。単なるですね、金ごまかして裏金作ったというだけでして、そんな大きな問題かなと思うんですけど、まあ政治倫理からいきゃですね、そういうことしちゃいかんと。裏金なんか誰でも作っとるんちゃう、野党の議員でもやってるんちゃうのと思いますけどね。たまさかですね、やり方が稚拙でバレたということでしょうね。まあ、高市早苗なんかこのですね、パーティーのノルマが嫌で安倍派を飛び出したと言われてます。まあ、オバハンらしいですけどね。ですね、まずは官房長官ですからね、これ、変わるとなるとですね、なかなかこう新しい方がやりにくいしですね、岸田自身もですね、もう気心の知れた官房長官が変えなきゃいけないっていうのは、なんともですね、あれですね、嫌でしょうね。でなおかつですね、ただでさえ低迷しているですね、そのあれですね、支持率にさらにですね、悪影響が生じていると。
ということでですね、この解散総選挙をですね、できることならですね、年内にやりたかったんですけど、全く日程的に無理でして。まあ、あとは年明け通常国会ですね、が、まあ、年明けは予算編成、予算編成というか予算審議になっていきますんでですね、まあ、その解散、まあ、できなくはないんですけど、非常にこう日程的にタイトで、まあ、やらん方がいいでしょう。となりますとですね、まあ、3月の終わりから4月という年度末にかけてですね、やらかすぐらいしかないかなと。まあ、5月、6月いう線もなくはないんですけどね。まあ、その頃何が起こってるかということですね。で、あと岸田の国賓訪米ってありますから、その後を狙う可能性があります。まず国賓訪米って4月5月以降ではないかなと思うんで、その後を狙ってですね、自民党の総裁選が9月ですから、その直前に解散してなんとか勝てばでやっていうことになって続投が見えてきますけども、今後ですね国賓訪問以外にですね、こう点数を稼げる場面って少ないんですね。で、岸田自身があの通りですから、何かパフォーマンスができるおっさんではないわけですね。ひたすら振り付け通りにしか踊れないわけでして。まあ、となるとですね、まあ、当面解散なしかなということですね。内閣改造があるとか何とか言われてますけど、もうええやん、別にと思うんですね。で、わざわざとこう自民党内が動いてますけど、今解散したら負けますからね。だから自民党の先生方はなんか戦々恐々でしょうね。いやん、今解散しないやんみたいな。まあ、できるだけ伸びた方がいいですし、できることならですね、岸田の首をすげ替えて、ですね、新しい女性宰相かなんかでもですね、みこしを変えてですね、これから解散というふうに持っていきたいでしょうね、先生方。まあ、どうするんでしょうね、しかしね。いやー、どんどん追い込まれているという印象があります。これ年明けの国会、まあ今月、まだ国会ありますけどね、来週まで。来週か、うん、そうですね、ありますけどもですね、ちょっと身動きが取りづらい感じになってきています。ここでまた内閣ミニ改造でしょうかね。いや、困るのはやっぱり国民なんですよね。政治的空白が生じているような感じですからね、今。まあ、というて、目の前の懸案って特にないんでですね、景気も目に見えるほど悪くはない、じわっと悪いですけどね、じわっと悪いですけど、まあ、だから来年、岸田としては、なるはやの解散をしたいでしょうけども、9月が迫れば迫るほどね、こう、なんていうか、追い込まれ解散みたいになるでしょう。追い込まれ解散みたいになって負けでもしたらですね、もうお前早降りろって言われますね。なんで、まあまあ4月5月かな。でもね、4月5月で、ですね、天気のいい日にですね、選挙になればということを考えているんでしょう。ちょっとこの後ものすごく苦しいです、岸ちゃんは。官房長官までね、変わってしまうとですね、もうどうしようもないですね。もうレイムダック、もう完全なレイムダックです。今でさえレイムダックでして、まあ、あとは年明けですね、このあと、まあ、来週、ちょっとした山場があるでしょうね、前半に。で、その後内閣改造をするのかもしれないが、無駄な話ですね、それは。内閣改造やればやるほど自民党内の求心力失われますからね。
で、まあ、あとは来年ということですね。この間ですね、大きな出来事が起こらなければいいんですけどもですね、まあ、中国はいつ何が起こっても不思議ではないと。で、来年1月の13日は台湾の総統選挙がありますので、その結果次第ではまたですね、中国のご機嫌がですね、もう斜めどころちゃいますね。真っ逆さま奈落の底へ落ちてギャー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 騒ぎ出すかもわかりません。はい、ということでございまして、この産経新聞を読みかけましたアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。